言うと。タカ&マリサの明日があるからまあいっさー、バラバライエーイ。第1回ですね。第1回ですね、始まりましたね。初め、はい、もう第1回の輝かしいゲスト、レイレイさん。いやもう、マリサのね、憧れの人なんでね。なんでもう今日、寝れませんでした。その理由はまた。はい、もう寝れませんでしたよ、マリサは。そんな緊張してたんや。いやもうそれはもうレイレイさんに会えるだけでももう心臓がもうバクバクしてるので、いやその上を一緒にね歌って去年の、ね、レベッカセッションで1年前かな、そうです、初めて会って、ね、そうなんですよ。たまたま2週間前に私が、ね、ギリギリでエントリーしたのが20言も前さんの曲、そうだからやっぱりね、運命感じてたんですよ。前さんがでもね、2週間前になってもあれ思ってなかったよね。そうさせてたやろうな。そうちょっと前さん嫌われててね。嫌われてはおらんけど。そうだ、嫌われてはおらんけど。いや出会いやね、やっぱね。特殊な曲やったからね、ウェラムボートクラブとスマイル。もう私も初めてやった時。違いますよ、あれスーパーガールの時ですよね。違う、あれ2回目。あ、2回目だって。でも1回目でも出てない。あれ、うん、2回目にウェラムボートクラブと、せや思たん、せや思たんか。あれなんですよ、はじめましてで、前そのレベッカセッションで、マイさんまだね、音楽始めてまだしだったんで、もう右も左も分かんない、もう知ってる人もいないっていう中でね、そうなんですよ、あれ始めてそんなに経ってなかったんですよ。でもめちゃくちゃ緊張してて、で、あの駐車場でね待ってたらレイレイさん来られて、で、今日一緒なんですって、あれ始めましてね、いきなりテンション高かった。で、レイレイさんその後どなたかと一緒にコンビニ行かれたんじゃないですか。で、荷物見といてねみたいな、うん、マイさん見てますんでみたいな感じで、でも10分後ぐらいに戻ってこられてるじゃないですか、その時にまたマイさん満面の笑みで、初めまして、そう10分前喋ってたんですよね。荷物見とく言うだやみたいな。荷物見てて、その方が帰ってきてるのにまた初めましてどうも、いや違うみたいな。その顔が覚えられない、覚えれないですけど、何も覚えれない。何もれた、もうやっと、あの日からもう焼き付いてます、レイレイさんは。ありがとうございます。第一にもうだから、鳥のひなみたいな感じですよね。もう生まれて初めて、そうもう鳥のひなね。はい、鳥のひなで、もう音楽した人の中で初めて覚えた方。マジでですね、初めては言い過ぎやろ。ちょっと俺も覚えられないんだけど、今までじゃあもう見ず知らずのかな。そうどなたかご存知なかったよ。まあそんな感じでね、今日は第1回記念すべき第1回目で始めていきたいと思います。第1回目、記念のね、はい、第1回やから第1回目ね、第2回で終わるかもしれんけど、いやねんな。いや、それで今日ちょっとレイレイさんに簡単な自己紹介していただきたいなと思って、もう本当に簡単だよ、もう。はい、じゃあね、所属バンドっていうのはね、はい、マイク全然使っちゃう。そうですね、素で喋ってる、緊張しとくね。グローブのカバーバンドのライムホッキーズと、あとは洋楽コーラスユニットルミエールに所属しています。ここにバーンと写真入れるからね。流してもらって。スライムホッピーズではキーボード、ルミエールではアコギをやってます。そうそう、尼崎の地べたで演奏したやつをバーンと。あれは衝撃的だったね。楽しかったよ、でもあれすごい。いやでも両刀ってすごいですよね。いやね、どっちもそんなに。その中途半端でまだまだ勉強中です。この間ね、レベッカ、うちのレベッカバンドをサポートしてくれてんけども、はい、クオリティがすごくて、皆さんおっしゃいますよ、レイレイさんと言ったらもうなんかすごい安心感とか安定感があってってね、でもみんなした一緒にやりたいって思ってる憧れの方ですよね。まだまだ勉強中です。めちゃくちゃ憧れてる。やっぱりね、またもう一回この人とやりたいっていうね、いう人なんですね。そう、本当そうなの。だからまあ今回第1回のもう特別スペシャルゲストですよね。もうなんでやろな、でも喋られへんし、あの時にサポートの話があったいうのもあるし。もうね、ライムホッピーズすごい好きなんですよ、ね、ラブアゲインっていう曲があってね、なかなかご一緒できないけど ね、この間も本物を超えたって俺は思うんです。あの曲はすごい感動したんですよ、ね、流さないとダメですね。あ、ここでちょっとチラッと流します、ね、流しましょう。
ますか、そしたら、なんでこのマイク今日オフしたっどっちどっちどっちどんなんやねんで、そのバンド音楽関係ね、活動に関しては、うん、まあ、ざっくりですけど、紹介していただきましたが、うん、個人的なね、ちょっと少々質問ね、やっぱり皆さん、うん、楽しみにしてますね。いや世の中のやろうどもが誰しかんじゃと思うけどやろうどもそういう質問なんや。いや、やっぱりね、一発目からの質問なんですけど、いきなりどんな男性タイプですか、どんなあ、もうみんな多分聞きたいです。もう今もうめっちゃみんな急にボリュームが上がりましたよ。チンスカバンドのベースの方とかね、多分聞きたいと思う。いや、ダビングしてます、ダビング。ダビングって何やん。カセットとか。何遍でも聞けるような。ダビング。なんだろう。面白い人が。面白いですね。黒田君聞いてる？面白いです。みんな面白いです。その面白いでも種類あるじゃないですか。なんかもう万人受けするなんかね、なんていうの、うんこちんちんとか言う人とかいいのか。あ、これ女子に万人受けする、それ。今どきダメだったらちょっとピーしといてくださいね。そんなんがいいのか。小学生。小学生のそういうのがいい、ちょっとこれは放送できないのちょっとピン入れてくださ い, ピン入れとくわ。いあまりそういう幼いのはちょっと幼系じゃなく、賢いくて、そう、当てが良くて面白い人がいいかな。なるほど。下ネタはあかん、下ネタっていうよりも下ネタでもこうちょっとスマートな感じですよね、頭がいい人ですよ ね, そうやね、下ネタ嫌いではないです、うん、顔とかそのビジュアル的にはどんな、ビジュアル的にはどうでしょうね、まあ、今までの好みを考えてみると薄い平気、醤油か塩ぐらいですか。そうやね、あ、そんな醤油とか塩は俺分からへんけど、あっさりですね、まあ、アルカイでチョーみたいなのが塩で、それが塩なんです、ね、そうあっさりした顔、うんうんうん、そうしたらちょっとアジア系の綺麗なの、シュッとした感じですね、アジア系かどうかは分からないけどゴテゴテしてない方がいいけどね、もうここややこしくない方がいい、俗に言う2枚目って感じじゃなくて、これって別に芸能人の名前やったらいいですよね。芸能人で例えたらどんな、ね、うん、そうやったら全然芸能人、誰やろう今までこの人好きでなんかめっちゃハマってたとか追っかけしてたとか、好きなやったんはチェッカーズの直行とか、なるほど、イケメンの中にもちょっと可愛い感じね、ちょっとベビーフェイス、そういますか、そんな人誰かいるの、関西にこの業界でいうと誰やろうね、直行もうジョンスカはユニットマウトやね。誰やろ、深夜にとかええんちゃう、深夜にっぽいんか、何かっこいいし、ね、性格もええし、かっこいい、一応3回目のゲストに考えてんねんけど、前さん、深夜さんの顔好きですね、男前やし歌うまいし、いやもう彼はほんまにね、悪い欠点がないんちゃうかなっていうぐらい、確かに、そういうパーフェクトな人とちょっとほっとけないわみたいな、こうちょっとこうね、あるじゃないですか、どちらが好みですか、ちょっとほっとけない部分がある方かな、あらね、まあ、完璧すぎてもね、女性多いんですよ、完璧すぎてもね、やっぱり、ちょっとやっぱり隙がないとね、それ男も一緒よ、女性、完璧な女性よりはやっぱりちょっとね、抜けてる方が可愛いし、もう鉛筆とか刺さってるような、それ抜けすぎやこの人おるから、そこまで抜けてる、この間 B フラットでちょっとライブしてんけど、京子さんのスティックが俺頭に刺さった2回ぐらい刺さっ た, さった、ほんま飛んできたんわざとちゃうんっていうぐらい目がけて飛ばしてきようねんか、こんなタイプですか、京子さんスティック飛ばす人、スティック飛ばす、ボケてる方がいいよね、ほんなマイサが男やったらいいんちゃいます、冷蔵庫に頭挟まるんですよその話ゆっくりいい感じでまた業務用冷蔵庫に頭挟まるんですよ、何それ、頭突っ込んで在庫確認して、って頭使ってる間にこう入れてるの忘れてバーン閉めてしまう、それちょくちょくやらかすんで、ちょくちょくやるんで、世の皆様ね、醤油、塩から醤油
で、あの、ちょっと賢いスマートなユーモアセンスがあって、ちょっと抜けててね、女の人がほっとけないな、みたいな男性が、レイレイさん。むちゃくちゃ難しいわ、それ。よかったらね、あの、我こそはっていうさ、ここに、ここに、ここに連絡してもらってね。連絡先乗るんか、ね。舞さんがそれ、あの、厳選しますからね。舞さんの電話も。舞、舞、舞。これ LINE の QR コードか。あ、そうそうそう、貼っけといて。貼っけしてます。なんでや。他なんか最近、こんな面白いことあったよとか。さっき言ってた、寝坊した、寝坊じゃん。なんでさっき起きた理由っていうのは？ああ、まあ今日本当にレイレイさんが、ゲストっていうことで緊張してて眠れる。それも一つ理由なんですけど、うん、汗もでね、暑くって、最近暑いでしょ？で、クーラー止まってたんですよ、夜中に、勝手に。で、めっちゃ汗かいて、こうなんか汗もできてて、で、そこをガーって寝てる間にかきむし。なんですよ。ほんでバイキン入って、うん、で昨日ちょっと病院行ったら、うん、なんかめっちゃこうここ張ってるでしょ。あ、ほんまや。可能してしまって、で今朝そのまあ寝不足で遅かったのもそうなんですけど、準備遅れた理由がガーゼがなかったんですよ。あ、でガーゼないからどうしようと思って、これ結局ナプキン貼ってるんですよ。ここに。代わりに。もう最終週が。いや、それは別にね、ナプキン別に下ネタじゃないんで。まあまあね。ね。ないけどね。ないけどね。そうそう。だからまあ、今日胸にナプキン貼って地下鉄乗ってきた女っていう感じで。片手さんになる。いや、マイさんのことはいいね。レイレイさん。そう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 。レイレイさんの最近なんか面白かった話とか、やらかしたなとか。やらかしたね。前のあの、8月のライブの時にね。私、あのギターとあとエフェクターとマイクと着替えと入ったカートを持ってたんですよ。ほんで電車乗って、で梅田で降りて、で地下鉄乗り換える時にハッて気づいたらカートがないんですよ。電車の中、あの、うん、電車の中っていうか、うわわそうそう、で JR やったんで急いで行ったけど、なんかもうその日連休の初めて人がごった返してて、どうしようもなくって。 どれぐらいの大きさのカバンですか？か、あのゴロコロコロ、あ、コロコロ、うん、あのキャリー、キャリーバッグみたいな、うんうん、じゃあ結構みんなこれ爆弾みたいな感じでザワザワしましたよね。そうそうそう、だってキャリーバッグポツンとあって人いなかったらめちゃくちゃカオスじゃないですか、うん、怖いね、うん、怖すぎますよね。ねそう、ほんで忘れ物センターとか行ったけども、もうなんかちょっと今はどうしようもできない、後日がありますとか言われて、もうとりあえずそのまま会場行って、もう衣装もないしエフェクターもないし、わで乗り越えたんです、あのライブ。どうやって？あの衣装はもう H&M に買いに行って10分で、買いに買いに行って、すごい黄色で合わせてるけど、それやったんや。そうそうそう、買いに行って、マジか、そんなことあったんや。それも連休後に出てきたんです。あ、でよく出てきた、よかったけど、出てきたから今話せる。 あ、 あの日もほんまとか、エフェクターないからもう LINE 直でつないで PA さんにね調整してもらって、うわどうなるかも。だでもまあ衣装はともかくとして、うん、その機材が乗り越えれたっていうのはやっぱりレイレイさんの日頃の行いですよね。そうよね、絶対そうと思う。そうそうやね。それね、会場どこだったんですか？会場だから衣装よ。一緒やって、一緒に出たよ。8月11日の話よ。フットロックで。フットロックで。あ、新世橋の？そうそうそう。あの時よ。あと黄色の服着てたよ。忘れてんのちゃうやろな。いや、あの日？あの日。そんな黄色だったの？黄色の服は H&M のソミット。そうそう。Facebook にも書いてあってね。そうそうそう。それちょっと、何があったんやろって。やっぱ主催者やから、すごい心配。何があったんやろって聞いたら。ただでさえ、ね、あのメンバーが、あのコロナで、ね。そうそうそう。代打で出てたから。いや、あのね、舞台を見た人がね、まさかその数十分前とか何時間前に、うんうん、そんなハプニング起きてるなんて誰も思わないぐらいの圧巻の舞台だったじゃないですか。ステージもうすごかったでしょ、うん、ほんとお世辞抜きでめちゃくちゃ上手で、レイレイさんのね、お話もっといろいろ聞きたかったです。時間足らんね、これね。そうですね、足らないですね。誰のせいですか？そもそも誰だ、そもそも誰だ、誰だ。あの胸にナプキンを貼る女、ナプキン貼ってくるわ。もうしゃやっと喋ったもんだから、そこカットなりますどうなんやねんみたいな。いや、俺もほんま段取り言うてたのに全部忘れてて、え、箱木でやんの今日って。いや、これね、タカちゃんじゃなかったら前井さんもほんまでこうパーンやるけど、タカちゃんの場合って本当に忙しいじゃないですか。マジでね、もうほんまにやること満足でしょ。だからもう
でやっぱりねもう社内、うん、もうそんだけ一気同時進行であんなもんいやほんまに、ね、俺としてはでもこれが許されへんもう全部全て完璧にしてきたから今はあらこれを抜けてたのがもうだってもうマイクの持ち方も完璧やもん完璧やろもうスペシャリの時こないのもなんか妖怪人間でもベラベラみたいな3本で支えるのみたいな例えがどうよ全部言わんでいいしそうそうみんな3本やから妖怪人間でもベラ一応全員自己紹介しといたのかな自己じゃない自己じゃない自己紹介じゃない他己紹介他己紹介時間ないやからそうかそうかあそうかえもう締めだ最後にじゃあ何かあれば皆さんに告知とか告知をじゃあ、ねうん、はいじゃあ告知を、10月の29日あの安倍野のロックタウンでライムホッピーズ出ますんでもしよければはい来てください29日だ日曜日日曜日あ日曜日からやば何月は10月29日何もなかったら行きます豪華な豪華なバンドがいっぱい出るのでぜひ皆さんよろしければよろしくお願いしますぜひぜひどこでって言ったっけ安倍のロックタウンロックタウン初めて聞いた前里ちなんで聞きます文字本かよさっき言ってたんですよ何日何曜日場所の場合でなんか行き込んでボケロー1回で終わろうってどこやったっけどこやったっけほんでどこやったっけ時間がないいやほんまねこれね誰か止めないとおまじ永遠に喋り続けるんでじゃあこの辺で喋ってもらって今からエンジンかかってきたもんね今からやのになほんまにもう頼みますよもう 次からもう1人1時間だ3時間取って2本取りで1時間半ずつぐらいで1時間足らんわほんまに結構これ頑張って巻いて喋ってるけど足らんもん時間いやめっちゃ喋れるって喜んでてんけどほんま足らんわなこれそうそう足らん足らん今ほんまエンジンかかったまあ後で飲み会でまた喋れるからそうねそうね、うん、そうじゃあまあ続きはまた飲み会飲み会ではい、はいはい、では本日の第1回目のゲストレイレイさんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたI'm not afraid to die.
ッキー。